キチャンネル。ちょっ、こんにちは。トレードに出した方がいい選手第2弾、はい、今回はですね、現在絶好調の、うん、これでも1ヶ月分あるからね、はい、いつ出るかによって絶好調なのかどうか分かんなくなるんで、 この撮影から1ヶ月後に出てる可能性あるんですよね。その12番目とかね、はい、もうこの順番出るから、今日は2番目だから、まあそこそこ早いですね、うん、じゃあまだ保ってるからですか。だからまあ、あの撮影当日の日付しとかなきゃいけないね。6月6日です、はい、今交流戦最後の週で、うん、はい、ただいま絶好調、はい、すごい交流戦もいい感じでね、ヤクルトね、ヤクルトって今言いましたよね。まだ俺は言ってないです、はい、サムネってなってますからということで今日ヤクルトです、はいはい、ヤクルトはねここまで絶好調っていう形で、うん、まあそんなもうトレードに取ってこなきゃいけないようなとこもないね。今すごいいい調子ですからね。そうそうそう、もうだってキャッチャーもね、うん、まあ、中村悠平がレギュラーでいて、はい、でいない時もね、あの松本とか、はい、古賀とかで回して、今はね内山が内山選手は、ね、うん、いい形でできてきて、うん、はい、でファーストはね、まあ、オスナ、うん、でまあ、新外国人選手も取りに行ってるっていうところでもね、はい、であの外野はね浜田がまたいい形で、はい、で丸山もいるし、はい、で塩見で山崎、うん、でまあベテラン直樹今抹消されてるけどもね、はい、でピッチャーもね、うん、まあ、奥川がね今ちょっと怪我してるっていうのもあるけども、うん、まあ高橋奎二で石川小川、うん、で、高橋話、はい、あで、原ジュリーっていう中でね、うん、でサイスニード、はい、でスアレス、うん、でリーフはもう清水ね、はい、今野田口、マクガフ、これも全員言っていた、あの選手言ってない説出るからもうやめよう言うのね、木澤投手も今年は、ね、俺はもう知って、ね、知ってますし、知っても、はい、全員知ってますけども、あえても言わないっていう中でね、まあ、完璧になった中 で、はい、でこうなってくるとよ、うん、やっぱりその出番がなくなってきたりとか、はい、固定されていて、まあ今まではねめちゃくちゃ空いていたけど、はい、それを全部掴んでいくからね、うん、どんどん埋まっていくじゃん、はい、リリーフがね。だから木澤とかが出てきたから、はい、梅野とか行くとこなくなっちゃったよね。うーん、そうですね、そうそうそう、今まで梅野もねいい形で出てきたけど、はい、あと近藤もね、うん、はい、もう埋まってくるよね。そうですね、で大西とかもね、そう、最強大西ね、投手もねハマってきてるから、まあ、どんどんね行き場が、はい、なくなってきてるっていうね、うん、状況の中で、はい、今回、うん、里崎が選んだトレードに、はい、出してあげた方がいい選手、うん、西浦直道。おお、そこ行っちゃいます。内野手、おお、9年目、うん、でございます、はいはい、でもなんか主力選手っていう感じですけどね。ショートはね、はい、長岡がもう多分こう一本立ちでずっと使っていって、うん、でバックアップは今奥村上げてるから、はい、西浦が上がっていかないわけでしょ、うん、で多分怪我とかしない限り多分長岡を多分ずっと使っていくで。そう、確かになんかオープン戦に怪我しても完全になんかこう掴んだ感じしましたよね、レギュラー。そうそう、しかも今いい形で打ってるしね、うん、はい、チームとしてもね、うん、そうなってくると、まあ、長岡使うじゃんね。使いますね、まあ、勝ちショートがいなかったところをね、はい、まあ、長岡が勝ち取ったっていうことだからね、うん、はい、でバックアップを奥村上げていくわけだから、うん、西浦は使わないんだったらね、はい、トレード出してあげた方がいいんじゃないの、うん、本人も頑張ってるしね、うん、この西浦なんて先週よ、はい、ファームで4の4打ってるんだよ、はい、でしかも今も2軍で結構いい形で打ってる中でよ、はい、もうこのだって1週間毎試合ヒット打ってるからね。で今打率3割4厘、はい、ね、欲しいとこあるでしょ、ショートショートか、まあサードもヒットしたらできるかもしれない。おロッテ？あれ？今思っちゃったね。ロッテ。はい、あ、いいね。あ、しかもあれ？ヤクルト？左のリリーフ、タクシーしかおらんやんな。で、先週言ってたやん。ドヒ？はい。あれ？いいね。おー、なんかハマりました。ね。はい。しかも西浦選手も今30、まあいくつだ、今年31の年、うん、31の年、ね、あ、ちなみに言ってますけど、年俸の差が激しいとかもうそういうの一切考慮してなくて、はい、勝手にフィクションの中で喋ってるんで、はい、お気になさらず、はい、はい、お、西浦、はい、いいね、ヤクルトロッテで、うん、だってあの巨人だってさ、はい、疲労が取ってよ、はい、坂本がいない時とかの、うん、まあ、あの今はね、中山が、うん、出て頑張ってるからだけど、はい、最初去年とかね、はい、出てたからね、西浦、いいね。そうですね、しかももう使わないんでしょ、うん、怪我、誰かが怪我とかしない限りで今調子、はい、ショート確かに2軍でそんだけ打ってたら、うん、しかも右、はい、ロッテ左ばっかり、うん、西浦、はい、最高だね、まだ頑張れる、
ね、本人にとってもね、まあ、まだ年齢的にはまだまだ、うんうん、戸田で頑張ってるより一軍で頑張った方がいいじゃんね、はい、そうですね、うん、年齢的にもね、はい、だから俺はもう西浦はまだまだ頑張れると思うんだよね、うん、でもちょっと今のヤクルトだったらねちょっとなかなか出るところがないから、うん、で31歳でしょ、これもう1年ずつ過ぎていくためにもうどんどんおっさんになっていくから今ちょうどだね、はい、しかも多分いい形の選手取れると思うね、はい、お互いこう油の乗った感じのいい選手同士でっていう、そう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 、うん、だから強いて言ったら、まあ、左が欲しいところだね、はい、リリーフも含めてね、うんうん、まあ、そういった意味では俺は西浦、はい、もう一人います、はい、西田明久、おー背番号30番の12年目でございます、はい、はい、例えば2軍で3割2分5厘打ってます、はい、主にファーストで出てますけども、はい、まあね、キャッチャーやってて、うん、でもキャッチャーもね内山来て、はい、松本小賀もいるわけだから、うん、もう多分もうないのよ、はい、キャッチャーでは、うん、ってなった時にファースト、うん、まあ、オスナいるわけでしょ、はい、そしたらもう代打の一番手になってね、うんうん、でも代打は川端がいるじゃんね、はい、右左関係なく出ていくからね、ってなった時にで内山もいるじゃん、はい、代打要員として、はい、で内山が先発出てる時は中村が行くじゃん、うん、ちょっともうちょっとヤクルトもキャッチャー今豊富ですからね、うん、若いのが出てきたからね、はい、ってなってくると西田もなかなかもう一軍のチャンスっていうのがなくなってくる中でも結果めっちゃ出してんのよ、はい、ってなったらよ代打とか、はい、DH とか、うん、右、はい、右、はい、あれ楽天さん西田、あれ石井和志さんもっとヤクルト、はい、あルートありますね、ルートあるね、はい、しかもコーチもヤクルト多いしね、はい、しかもあの結構ヤクルト今島選手とか、うん、あの今野投手とかね、うん、ルートありますからね、うん、しかも右、はい、右いないじゃんね、そうですね、しかもファーストも回れる、はい、いいね、はい、マルモロフスもそんなずっと出てるわけじゃないし、ね、まあまあそうですね、うんうん、そっか右っで何かあったらキャッチャーもできるんだよ、あーそうですね、いいね、しかも打ってる右、はい、代打もいける、今どんぐらい打ってるんですか2軍で、3割2分5厘、3割2分5厘、3割2分5厘、うん、3割2分5厘結構打ってますね、右、はい、ファーストもキャッチャーもできて、確かに右いないからな、楽天とかね、はい、あとは右の代打が欲しいところ、あでも楽天はオリックスとかも面白いけどね、はい、あファーストキャッチャーもできて右、まあ、頓宮もいるけどね、はい、まあ、右ファーストもそんなめちゃ、ね、T 岡田とか最近出てきたけどね、うん、外国人がパッとしないからね、はい、そういった意味では西田は、はい、楽天と川島慶三さんが右で今いましたね、やっと上がってきてね、はい、なったけども、それでいいところですね、うんうん、はい、まあ、でもキャッチャーもできるっていうところではいいかもしれないですね、いいいい、しかも打つからね、はい、だから俺はこの西田とね、うん、西浦を、ね、はい、やっぱ上げたいね、西で、うんうん、でもね、まあ、チーム事情もあるからないと思うけど万が一出してもいいんだったら、はい、星、うん、ピッチャーね、はい、もう2軍では 2.60 防御率もいいし、コンスタンスに投げてるしっていう意味では、はい、まあ、出せないと思うよ、うん、あ次のバックアップに向けているからね、はい、まあ近々1軍に上がってくると思うけど、うんうん、もし使わないんだったら、はい、いいんちゃうかって思うね、うん、俺はね、うんうん、はい、使わないんだったらね、多分使うと思うけどね、言ってるけど使わないんだったらね、もう多分結構欲しい球団はいっぱいあるんじゃないの、転生として使わないんだったらってことですね、そう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 、はい、多分使うと思うけど、うんうん、使わないんだったら欲しいところはいっぱいあるし、まあ、全然活躍一軍でね、はい、できると思うよ、だって金子ボとかが多分ね上がっていくからね、そうですね、金子ボとじゃ絶対ね、あと吉田とかね、うん、かその下になって欲しいいかないんだったら俺は欲しいもいいかなってね、はい、思うね、はい、でも結構いいでしょ、そうですね、いい選手いいでしょ、はい、いんのよいい選手でも 強くなると2軍でもいい選手は集まってくるからね、はい、やっぱその上変える人いなくなるから、ね、そうですね、うん、穴がなくて入れ替えできないだけですもんね、そうそうそう、うん、っていうことでね、はい、ヤクルト編お送りしましたけど、うん、皆さんどう思いますか、はい。